おはようございます、リオキャップです。とおはようございます、僕シンバです。イエーイ、しんちゃん。本日なんですけど、愛犬のシンバくんと一緒に初めての車中泊旅をしていきたいと思います。イエーイ、念願です。ようやく前々回の動画ですかね、このねハイゼットカーゴちゃんを車中泊仕様にしてね、白玉タタ号にしたんですけども、今日はね早速車中泊を兼ねたちょっとね旅、シンバくんとの旅行 Vlog みたいな感じでね動画を撮っていきたいと思います。イエイ。で本日なんですけど、山梨県の忍野村にあるね忍野八海という場所にやってきました。このね車中泊旅は私とシンバくんでね、いろいろなね観光スポットを巡って車中泊をするっていうコンセプトのもと旅をお届けしたいと思います。よろしくお願いいたします。じゃあシンバくん行こっか、行こっか、一緒に行こっか、一緒に行こう。はい、ってな感じでね、忍野八海観光を巡っていきたいと思います。イエーイ。だーん、これが忍野八海の案内図です。8つのね湧き水の池があるみたいです。楽しみ、初めて来る。世界文化遺産。すごい、結構人がいますね。駐車場もたくさんある。今日月曜日なんですけど、全然人がいる。ほんで、忍野八海の記念メダル。記念メダル。バック池5番目。撮影ポイント。え、ボランホビー。文化財。しんちゃん行かないよ。はぁ、めっちゃ綺麗。ブルーだ。冬になるとこんな感じで雪が積もるとなんか原始的。すごーい。楽しい。こんな大きいシャインマスカットが1500円だ。安い。立派すぎる。おーい、めっちゃ人いる。日本名水百選の池なの。これがそうなんだ。水深8メートルって結構あるね。到着しました、忍野八海です。すごい、かわいい。富士山の湧き水とかがあってめちゃくちゃいい。でもなんかもう観光客だらけすぎて、平日でこれぐらい混んでるってことは多分土日とかやばい。私すごいコミュ障発動しすぎてて全然カメラ回せないしやばい、恥ずかしい。YouTube やってても人前でカメラ回すっていう習慣は全然なくって、キャンプでいつもソロでこっそり回してるので、イエイ。じゃあねちょっとねしれっと富士山の湧き水を汲んで、私はね今日ね食べ歩きをしに来たので、いろいろね買いに行きたいと思います。200円。見て、しんちゃん水車が回ってるよ。色が綺麗。やばい、深すぎる。あんな奥に鯉がいる。マジで携帯落とすか怖い。行け。わあ、イワナだ。じゃあイワナで、はい、お願いします。わあ、エコすごい、ありがとうございます。じゃあお願いします。イワナの塩焼きです。美味しそう。
ふわふわ、うん、うん、肉だ、わ、美味しい、川魚めっちゃ好き。誰かに連絡しましたか？だめ。あとお団子も食べたいね、しんちゃん。今朝まだ2つしか見てないよね、しんちゃん。どうして？今日猛暑日なんですけど、やっぱり標高がちょっと高いから結構日が出てても涼しい。あった、これがニゴリーク。わあ、めちゃくちゃ綺麗。どうですか、しんちゃん。シャインマスカットです。美味しそう、プリプリ。あんま、プリプリで美味しい。暑いから常に日陰にいたくなっちゃう。おだんご、おだんご、わーお、美味しそう。何住所、誰に。ママがホテルだけど、串団子一つと、はい、あと草餅一つ、はい、以上です。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。サモチです。いただきます。あっぱ、こしあん美味しい。絶妙な甘さ、甘すぎず美味しい。超しいけじゃーん、超しいけ。これは特に何の変哲もないただの池ですね、しんちゃん。おかま池かな、これ。おかま池を見たら別のところへ行きたいと思います。降りれるかな。あ、降りれてる、しんちゃんが降りれるかな。あ、降りれてるね、ちゃん。うわ、すごい、しんちゃん。おかま池だってこれ。はい、チーズ、ぽしゃ。こちらがおかま池ですね。すごいね、全部がなんか青い池になってます。じゃあちょっとしんばくんも疲れたみたいなので一旦車に戻りたいと思います。今日この後は道の駅に行って車中泊をしようかなっていう風に思っていたんだけど、なんか観光行ったけどちょっと疲れちゃったので、自然見て癒されて、なのでちょっと急遽、まあ、車中泊は車中泊するんですけど、あのキャンプ場に行きたいと思います。自然を見てね、落ち着きたいと思います。なんか私人混み苦手なんだって初めて気づいた。なんか大丈夫だと思ってたんだけど、もうなんかソロキャンプ好きすぎて人混み NG になってました。ごめんなさい、ちょっとキャンプ場行ってきます。空いてるかわかんないんですけど、当日受付の予約なしのキャンプ場に駆け込んでみたいと思います。西の海オートキャンプ。あら、いやー、あー、かわいい。あー、看板猫ちゃんだね。こんにちは。すいません、受付まだ大丈夫ですか？キャンプ場の受付。はい、どうぞ。ありがとうございます。今日来たキャンプ場が西の海キャンプ場さんっていう西湖沿いにあるキャンプ場さんで、すごい利用料が安いの、なんと一人1000円です。
一泊1000円安くない？やばいよね。ここ最近で一番安いキャンプ場さんです。あの無料キャンプ場を抜かすとね、めちゃくちゃいい、最高で、最高がね目の前に眺めることができます。今だいたい夕方の4時過ぎなんですけど、こんなに遅く到着して、もうなんともうセッティングができております。イエーイっていう感じでね、あの今からちょっと車中泊仕様に整えていきたいと思います。それではレッツ設営。痛い、大丈夫？やば、綺麗すぎる。太鼓久しぶりに来たな。水辺なのでちょっと風は強いけど、なんか天国みたい。うわー、今日めっちゃいい日だね、しんちゃん。初キャンプ、めちゃくちゃいいロケーションに来ちゃいました。しんちゃんもずっと外を見てる。しんちゃんは気持ちいいね。いや、めっちゃロケーション最高なんだけど、マジで心洗われる。やばい。黄昏れてる。しんちゃん黄昏れてるの？しんば黄昏れてるの？かわいい。このねメッシュ、窓につけるメッシュを買ったのでつけていきます。しんちゃんのお水はここに一番端に置いておきます。ちゃんはお外のワンちゃんがどうしても気になるみたいです。最高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 。蚊もいないし虫も全くいない。前回のキャンプがめちゃくちゃ虫いっぱいいたから、すごいギャップが激しい。なんでこうもキャンプ場が違うと虫がいないんだろう。気温的にも一番いそうな気温なのに。ダンブルドアみたいな顔してる。ちょっと顔がモサいですね、シンバさん。トリミングへ行きましょう。幸せ、シンバくんとサイコ見ていられるなんて。一生こうしてたい。よいしょ。うん。うぇーい。あんまり動かさないようにしないといけない。失礼。初めての車中泊ということで、しんちゃんも一緒にいて、何かトラブルとかがあったら困るので、ノンアルコールにしたいと思います。
わ、すごい、ノンアルコールなのにめっちゃ泡出る。たーん、おいしそう。乾杯乾杯乾杯。あー、うまい。このライトめちゃくちゃ気に入ってます。かわいい。いや、幸せだな。こっちを見ても可愛いし、後ろを見ても可愛い。まだあんまりいろいろ吊る下げてはないんですけど、ここにこうやってテーブルクロスを敷くと、こっち側のテーブルになります。やっぱり若干の坂があるから、なんかこうなるおっとっとみたいな。こんな感じでテーブル、こっち側もテーブルとして使えるようになります。すごいある。あれ、しんまちゃん、このサンバイザーで止めるタイプ。いや、めっちゃ快適な空間だな、やばい。シンバくんは漢方を食べ終えて一段落しました。今から私もね、ちょっとお腹すいたので、ご飯の方を作っていきたいと思います。初めての車中泊ご飯は、おお、しんちゃん、おにぎりです。原点にして頂点ですね。おにぎりを作っていきたいと思います。新しいライスクッカーがこちらです。トフィーさんのミニライスクッカーっていうのを買いました。めちゃくちゃ可愛くない？これ可愛すぎるんだけど。これでお米をね、炊いていきたいと思います。炊けるかな、何合炊こうかな。1分の1を入れます。そしたら、じゃらーん、見てください、この富士山の湧き水で炊いていきたいと思います。わー、楽しみ。わ、すごい、これこう取るようになってるんだね。これかな、入れました。これでちょっとだけ浸水させていきます。そしてこちら、ちょこっと家電、こちらも買いました。今からね、おにぎりで使うこの鮭を焼いていきたいと思います。イエーイ。これは蓋がガラスでしっかりしてて3000円ぐらいで買えた。これがちょっとお鍋ができるぐらい深い、できるか深い感じで、でこの下は焼肉とかができるような感じですね。私お味噌汁も作りたいので、こっちでお味噌汁を作って、こっちで鮭を焼いていきます。よいしょ、こんな感じで入れて焼いていきます。あ、ついた。蓋はできます。やばすぎる、焼けていそうです。すごい。でもこれ火力調整とかはできない系ですね。はあ、なるほど。うわ、かわいすぎる。穴から出てきてます、蒸気が。開けてみます。3、2、1。わあ、わあ、めっちゃ焼けてる。あ、やっぱりいい感じです。あ、めっちゃいい感じに焼けてる。ぴったりサイズが。お米もね、いい感じに浸水できたので炊いていきます。
おーおーすごい。クック。クック合ってる？ワーマー温めるだもんね。クック。クック。いいんじゃないの？この2つの電力を使うのであれば2時間が限界ですね。そしたら、で、お味噌汁を作っていきます。富士山のお水を入れて沸騰させます。おお、炊けました。今このクォークからブワームにボンっていきました。わあ、お米のいい香りする。ちょっとだけ蒸らしたいと思います。おネギをすべて、なめこも入れます。よし、 OK。 そしたらお味噌入れます。うわこんぐらいの量わかんないな。こんぐらい入れて、非常にまずい展開ですね、これは。なんと美味しそうなの。わあ、いい感じに炊けてます。めちゃくちゃうまく炊けてるわ。この中に相場、かつお節、白ごま、最初に作ったやつ、2番目に作ったやつ、3番目に作ったやつ、やばいんだけどこの大きさ。あ、こうするよ、遠近法のがりとかったの。たくあんっておにぎりの具材か。めんだいこ、うーどーん、完成しました。おにぎりと、わかん、なめことネギとお豆腐のお味噌汁です。これも美味しそうですよ。ノンアルでワインの休日。くぅ、いただきます。乾杯。美味しすぎる。うわぁ、いやこれ幸せだね。明太子ちゃんからいただきます。うん、美味しすぎる。いやぁ、千尋が泣いちゃう気持ちわかるわ。おにぎりで、ああ染み渡る。
やばい。やばい。やばい。お米と明太子の相性って半端ない。いやー、飛びそうだった。今、アルコール入ってないのになんかアルコールが入っているわ。気分的に、そう、気分的に。ああ、お米を食べると日本に生まれてよかったって思う。美味しすぎるんだけど。今日はなんかあんまり撮影する気分になんなかったんだよね。そんな日もあるよね。うまっ。ごちそうさまでした。この辺をね、お片付けしていくんだけども、これ買ったんだよね、ウイルス抗菌スプレー。しんばくん、トイレしてきました。便も尿も完了。一応お締めさせてください。と、おいしょ。はい、どうぞ。そしたらそろそろね、向こう側も完全にカーテン閉めて、窓も今網戸になってるんですけど、閉めていきたいと思います。着替えて、お化粧も落として、歯も磨いて、体も拭いて、ある程度のことは終えました。しんばくんの歯磨きもしました。はい、ではね、一通り寝る準備を終えたので、今日はもうお休みしたいと思います。僕はもう寝ます。おやすみなさい。それでは、寝たいと思います。おやすみ。おはようございます。いや、めちゃくちゃ涼しいね、しんちゃん。お着替えもしました。これお姉ちゃんのブランドのリトパープの T シャツです。黒いね、ちょっと格好かわいい系だったから、私はかわいい系のコーデにしてみました。朝目覚めたらご飯にいるってめっちゃ幸せ。動画的にはちょっとなんか見応えあんまり今日なかったかもしれないんですけど、私的にはすごいいいリラックスになった。来てよかった。
全部こぼした、全部こぼしました。泣いていい？私のいいところは軌道修正が早いところなんですよね。アールグレイでも入れます。でめっちゃ少ないんかい。ウッドベーカリーコーヒーさんのオーガニックパンケーキを作りたいと思います。やばい、取れてなかった。今入れました。わわわわ、やばい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 、そんなパターン死んじゃうやばいよ、こんなカロリー最高ジュルル。もちろん忘れてはいませんよ、アールグレイさん。あ、うん、おいしい。そうですね。ふい。せーの。はい。ここやろうかな。朝食？どんな感じのケーキ？ほろほろ、なんかバナナパンケーキみたいな色してます。いただきます。うん、うんふん、うわ、うんま。なんか蜂蜜なくてよかったかも。結構バターが染み込んでるから。うん、社長楽しい？そうでもねえか。かわいい、このつぶらな瞳が。あ、かわいい。あー、かわいい。おー、ドロロロロ。撤収が終わりました。はい、それではね、もう今日は帰りたいと思います。ちょっとね、もう結構時間がないので行かなければいけないんですけど、シンバくんと初めての白生タタ号での車中泊を楽しみました。もう一生車の中にいたので、キャンプとかではないと思うんですけど、でもね、この最古の大きい湖を見ながら朝を迎えれてね、本当にいい車中泊スタートダッシュができたんじゃないかなっていうふうに思います。お疲れ様、しんちゃん、ありがとうね。また行こうね。でね、ちょっとあんまりね、動画の方とか回してなかったので、ちょっとこの動画がどんな風になっているのか定かではないんですけど、頑張って編集したいと思います。はい、ではそんな感じでね、本日はここまでで動画の方終わりにしたいと思います。皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。じゃん、バイバーイ。ね、見てる、かわいい。バイバーイ。下からシンバーと私。